女に尻尾があった頃は、1970年制作、公開、パスカーレフェスタカンパニーレ監督のイタリア映画である。イタリア式コメディの一作である。本作は、イタリアの映画プロデューサーシルビオ・クレメンテリが、経営する制作会社、クレシチネマトグラフィカが、制作、小説家のウンベルト・エーコの原案を、リガ・ウェルト・ミューラー、オッタビオ・イエンマ、マルチェット・コシャ、 パスクアーレフェスタ・カンパニーレが脚色した作品である。イタリアでは、同年10月15日で公開され、アメリカでは、フィルムベンチャーズ・インターナショナルが配給し、同年に公開されている。シルビオ・クレメンテ・リとパスクアーレフェスタ・カンパニーレは、翌1971年、続編、女が尻尾をなくした頃を制作を、開始、1972年2月24日に、公開した。 西ドイツでも同年12月17日に公開され、その後同国では3作の本作とは直接の続編関係にはない同傾向の映画をオストダイフラウエンノフォッシュワンズ8.2等のタイトルで公開した。2005年4月7日には同国で DVD が2009年3月19日にはブルーレイディスクが発売された。日本では 2011年2月現在に至るまで、劇場公開、テレビ放映、DVD 等のビデオグラム販売等は行われていない。演技を森コーネによる劇とも音楽は、2007年2月7日、キングレコードが日本版 CD を発売した。同傾向のイタリア映画を、ドイツ国内で続編的にタイトルを付したものの一覧である。ありがとうございます。